皆さんこんにちは、あかねです。ちょっと遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。そして約3週間ですね、待っていてくれて本当にありがとうございます。この撮影をしている今の時点では、まだ休んでいる期間なんですが、その間に結構いろいろなことができました。英語の勉強をしたり、中国語の勉強をしたり、運動もたくさんしました。この3週間の間は、全く仕事をしなかったわけではなくて、もちろん学校の仕事は休めないですし、ちょっと動画を編集したりとか、ポッドキャストの台本を作ったりしていました。でもすごくゆっくり時間をかけていろいろやることができたので、本当に貴重な時間だったなって思います。前回の動画にたくさんの応援のメッセージ、それから、ゆっくり休んでくださいっていうメッセージがすごく多くて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。でですね、私は今、見えますかね、横浜にいます。ちょっと後で撮り直しますけど、これ見えるかな。はい、横浜駅の今近くにいます。今日はですね、友達と一緒に横浜中華街へ行きます。でせっかくの機会なので、やっぱり撮影したいなと思って、あるお店にね、撮影許可を取りました。でこれから行くんですけど、その動画はまたちょっとね、来月かな、再来月かな、また別で投稿します。で今日は、ちょっと横浜を散歩するようなゆるい動画にしようかなと思ってます。でですね、来週は大学院の面接についての動画を出す予定なので、もし興味があったらご覧ください。人が映っちゃうね。でもこっち側は結構人少ないんですね。はい、では、散歩したいと思います。今回の動画は横浜駅の周りをただ散歩するだけの動画です。横浜駅からいろいろな電車に乗ることができます。京急線、JR 線、東急東横線、みなとみらい線、相鉄線、市営地下鉄です。横浜中央郵便局。この日はね、快晴で本当にいい天気だったんですけど、風がすごく強かったです。横浜駅の近くにもヨドバシカメラがあります。東京だと新宿や秋葉原、上野などにありますよね。あとは札幌や京都、大阪にもありますよね。いろいろなところにあります。風強すぎる。ちょっと後で音声だけ録音しますね。多分聞こえないと思う。はい、ここからは後で録音したナレーションでお送りします。皆さんは横浜へ行ったことがありますか？横浜は神奈川県にあります。以前日本語学校の読解の授業で横浜が出てきた時に、何人かの学生が東京から横浜まで遠いイメージがあると言っていました。新宿駅から横浜駅まで湘南新宿ラインで30分くらいなので、そんなに遠くないと思います。今この右側にあった緑のもの、これなんだかわかりますか？これは門松と言います。お正月になると家や店の前に門松が飾られているのを見かけます。門松は松や竹で作ります。年神様というお正月に来る神様が自分の家に迷わないで来られるように門松を飾ると言われています。
皆さんは今年の目標を決めましたか？小学生の時、冬休みが終わって学校へ行くと、今年の目標という題名、タイトルで作文を書かされたのを覚えています。大人になってから書いたりメモしたりすることは本当に大事なことだと思うようになりました。例えば今年の目標をノートでもワードでもいいんですけど書いておいて、3ヶ月後とか半年後に見た時に、この目標を年内に達成するためにあとどのくらい努力する必要があるのか、1ヶ月とか1週間ごとの小さい目標を立てやすいと思います。もしその目標を達成できそうになかったら、途中で方法を変えることもできますよね。左側に見える青い看板の店は、五右衛門という名前のパスタが食べられる店です。ここのお店の特徴は、フォークじゃなくて箸でパスタを食べます。チェーン店なので、いろいろな場所にありますよ。やめましょう。犯罪行為。満車の時は他の駐車場をご利用ください。はい、今日はただ散歩するだけの動画にもかかわらず、最後まで見てくれてありがとうございます。また来週。バイバイ。